採石作業は順調に進んでるか？俺は健康で元気にやってるが、いいことなんてそれくらいさ。修道院はたっぷり時間を取りやがってるし、おまけに俺の悪口まで耳に入ってくる。皆は何と？まず奴らは支払いを延期し、次に石材、そこらに転がっているが、その購入も延期してきた。それからうちの石は使えないという噂が立ってきている。石材に何かあったのか？石が壊れて欠片が誰かに落ちた。それが石材の質が悪いからだと言ってきたんだ。酔ってフラフラしていたんだろう。でもそれは違う。俺は最高の石を使った。神の家の作業をするのに手抜きをするのは罪だってことくらいわかる。これからどうするつもりだ？さあな。俺を中傷したと訴えるのが一番いいか。だが修道士を裁判に持っていくのは、あるいはティビス教が何とかしてくれるかもしれん。助けようか？そうだな。俺は口下手だし。だがまずディビシ教と話をし、どうするか相談してくれ。あの人は自分の計画を持っているかもしれないし、あんたが勝手に動いてめちゃくちゃにしても困るからな。ごきげんよう。何か用かな？採石場の主任が修道院の件で問題を抱えているそうで、あなたに助けてもらえないかと。そう言ったのか？まあ確かに修道院は注文を先延ばしにし、支払いも遅れているが、何よりも奴が一番頭に来ているのは彼について言われている嘘だろう。石材に何があったと言っているんです？石材の一つが落ちて誰かが死んだそうだ。だが採石場の主任はそんなことはありえないと言っている。最上級の石を納品したそうだ。やつは信頼できる石切り工だしな。金の問題？修道院は何をしようとしているんです？安く済ませようとな。公正な価格で取引しているが、支払いを遅らせている。さらに悪くなるかもな。悪くなる？完全に支払わなくなるということですか？うん。やつらは契約を解消し、より良い取引ができる別の採石場を見つけるための弁解を探しているのだ。採石場の主任は俺に調査をしてくれと許可をいただけるでしょうか？君がやることか？私に仕えてもいないだろう。俺はラジク教に仕えています。あの方は必要な時俺を頼ってくれるし、俺もその期待に応えてきました。そうだな。では笹生で石のことを調べてくれるか？ええ、そうします。よし、よく耳を傾けておくのだ。他の採石場について話をしていないかな。最善を尽くします。俺に話してくれるといいのですが。話してくれるさ。私の依頼だと奴らにも念を押すのだぞ。ごきげんよう。ディビシ教の命を受けてきた。事故が起こった場所を見てみたい。なぜディビシ教がこの残念な事故に興味を？彼は事故に石材がどう関係あったのか知りたがってる。その品質についても。関係していたと思いますよ。でも私はあなたの調査を阻むつもりはありません。怪我人もきちんと看護を受けられる状況ですので、私にとってはそれだけで十分です。感謝する。ありがとう。建設材料の購入担当者は誰だ？主に私で、支払いと配達の手配を行いますが、他は現場の建物を担当している者が見ています。私は石の品質に疎いので、遠くから赤い石を持ってこさせていました。倉庫の管理も彼らが？はい。ですがどんなものでもすぐに現場に使われてしまいます。工事は着々と進んでいますから。最後の石材の配達がいつだったか覚えてるか？ええ、雨が強かったので壁の反対側、門の外側に荷台を置いていました。晴れてさらに運び出すまでには少し時間がかかりましたね。そこで何か変なことはなかったのか？少し奇妙なことが。通常大きな石の塊を大工が切り出しますが、今回はより細かく切られたものだったのです。誰も文句は言いませんでした。みんなその方が仕事が楽だと思ったのでしょう。タルムバーク採石場への支払いを遅らせたと聞いた。はい。ただ私たちへの支払いも遅れていたので、十分なお金が集まるまで時間がかかりました。でもこういったことは前にもありましたので。何でもお申し付けください。恐怖感に言われてきたんだが、
事故が起きた場所を見せてくれ。君を案内している暇はないんだがね。自分でやってもらいたいもんだ。それになぜそんなことを知りたい。タルムバークの石の一件があったからな。もし本当に質の悪い石を提供してるなら相応の対処が必要だろう。そりゃ興味深い話だな。しかしあの人は安い石にするっていう考えには乗り気なんだろ。他に何か気づいたことはあるか。もちろん建設現場だからな。いつも何かしら不具合は起きる。男どもはいつも文句を言っているし、仕事ももっと早くこなさないといけない。では普通の建設現場と変わりないんだな。まあそうだ。時には誰かが悪い木材を持ってきたり、またある奴が親指を切って悪い予兆だって騒ぐこともある。あとは噂がいろいろ広まってるな。みんなが何について話してるか知りたい。誰かが盗みをした。修道院の男が女に会いに行った。仕事の調子がどうだ。普通のことさ。呪いについての話、それだけは普通の範疇じゃなかったかな。でその悪魔の頭蓋骨が出てきたってわけだ。悪魔の頭蓋骨って言ったか。そうだ。足場の土台のために掘った穴で見つかったそうだ。他のところに移動させたからもうここに害はないと思うが、だが俺はそこにはいなかったからよく知らんのだ。では誰が詳しい。石を調査しているんじゃなかったのか。足場を担当しているのは霊爵だ。もし本当に知りたいなら聞いてみろ。何か教えてくれるかもしれん。事故が起こった現場はどこだ。中心からは離れていたよ。教会の横にある離れだ。入り口の扉の前の長い階段の真下だ。そこを担当してる俺の補佐がいるから聞いてみるといい。ここは自分のものだと言わんばかりの格好をしてるからすぐにわかると思うぜ。これはどうも。見つけたものがあるとか。そうだ、作業中に掘り出した。で走って他のやつに見えないよう隠したよ。だが噂はどちらにしろ広まってしまった。で必死に隠したそれは一体なんだ。なんだと思う。悪魔の頭蓋骨だよ。ここで神聖な地で修道院の真ん中で。というか修道院の外の壁だ。正確にはどこで。そこで他に見ておくべきものはあるか。足場組以外は何も。広げようと思ってその土台を作る穴を掘ってたのさ。本当に悪魔の頭蓋骨だったのか。自分の目で見たんだ。人間の頭蓋骨がどんなもんかってことくらいわかる。あれは角があったんだ。悪魔みたいにな。それにこの世のものじゃないような匂いがした。それは今どこに。どう処分した。俺は投げ込もうと思って川に持って行ったが、坂の上のところで落としちまって下に転がり落ちていった。どこに行ったかは悪魔本人しか知らないだろうよ。うん、見つけられるだろうか。石はここで彼の上に落ちた。まだ跡が残ってるな。うん、これが彼に落ちてきた石に違いない。破片を持っていこう。誰か見覚えがあるかもしれない。うん、本物っぽいが俺では判断できない。神のご加護を。何かご用ですか。この頭蓋骨を見つけた。悪魔の頭蓋骨だと皆言ってるがどうだろう。確かにそれっぽいな。角もあるし。これはな、鹿の角だ。誰か人間の頭蓋骨に据え付けたものだ。悪魔というよりはちょっとしたいたずらだな。その本物じゃないと分かってよかった。誰かが意図的に設置しておいたんだろう。そこが掘られる場所だと分かった上で。ずいぶん手が込んでいるぜ。水の中に落ちていたのに角はしっかり固定されている。誰だか知らんがこれは手だれだぜ。間違いない。私に会いに来ていただけたのなら光栄です。さっきの事故を見たか。俺は見てない。俺は一番下にいて何か大きな音がしたと思ったら叫び声がした。俺は急いで登っていき奴を運ぶのを助けたんだ。何か不審なものに気づいたりしなかったか。奴らが立ち去った時ひどい悪臭がした。俺たちはあの頭蓋骨を掘り出したことで罰を受けていたんだ。何か用かい。これがひどい事故を起こした呪いの石だ。古くて風化してきている石だな。だがこれは俺のじゃない。え、この石は俺の採石場のものじゃない。石目が見えるだろう。これは風化から来てるものじゃない。
どこか他の場所のものってことだ。この前の配達の時、石を細かくして送ったか。いや、なんでそんなことをする。送る時は常に大きな塊で配達する。その方が楽だしな。変だな。あの人たちは石を小さく砕いてくれたから成形が楽になったと言ってた。そんなことはありえん。あんたの送った石は届かず、代わりにこれが届いたようだな。ありえん。俺は少し話し合いたいと思っていたから。この前の配達は自分で言ったが、道中は何も起こらなかったぞ。なら現地で石が交換されたんだろう。しかしそれで職人に何の利益がある。石を置き換えて俺たちがそれを送ったと言ってどうなる。職人は何も知らないと思う。おそらく他の誰かが関わってる。泥棒か。共に主キリストを讃えよう。調べたところ、その男に落ちた石は残りの石とは異なっていた。ああ、とても脆かった。しかし我々はあるものでしか作業できない。他には何も持っていなかったし、それ以上待つわけにもいかなかったんだ。そういう意味ではなく、タルムバークから来たのと同じ種類の石じゃないということだ。誰かがすり替えたんだよ。しかし誰がなぜそんなことを。もしかすると新しい石を盗んで古い石を置き換えたんじゃ。または建設を妨害するつもりとか。まだわからないが。しかし馬車は動かしていない。雨が降ってたし何の仕事もできなかった。やれば足首まで泥に浸かっていただろうよ。だから見られることなく取り出さなければならなかった。あんな巨大な岩石を。屈強な男が数人いないとあの大きさのものはとても動かせない。助けはありがたいが明らかだよ。誰かに見られなければできないことだ。頭蓋骨は偽物だ。誰かが人間の頭蓋骨に角を固定したんだ。しかしどこで人間の頭蓋骨を手に入れた。それになぜそんなこと。作業員を怖がらせたり価格を引き上げるためかも。しかしそれは誰のためにもならん。誰かの頭の悪いいたずらだろ。そしてそのバカのせいで人が殺されかけた。彼らが足場近くで掘り出した頭を知ってるだろ。それがどうした。誰かが意図的に設置したんだ。角をつけて不吉なものに見せかけようと作り上げた後に。アホなことをするな。誰の仕業だ。頭蓋骨はどこで出たんだ。わからない。でも誰がやったか突き止めてみせる。コーフレシェクを見かけたか。ああ、やつに何の用だ。彼が掘り出したという頭について話をしたい。そうか。それは面白いな。なぜだ。大事なことがあるから今晩会ってほしいと奴に言われたんだ。何かを告白することがあるって。やっぱり奴が頭蓋骨を細工したんだ。多分な。だが誰かが奴にそうするよう指示したんだと俺は踏んでる。そういうことを自分で考え出すタイプじゃないからな。俺は会いに行こうと思っているが一緒に来てくれるか。二人の方がより安全だろう。一緒に行こう。いいだろう。夜に会おう。下の方にいなかったら上の方に来てくれ。わかった。殺さないでくれ。何でも話す。誰の命令だ。それは棟梁の補佐のズモラに言われて。何。あいつもここに来るはずだったんだぞ。彼はレシェ君が近くの製粉所に身を隠したと知ってそこに行きました。クソ。お前をどうしてやろうか。俺を殺そうとしたんだからな。俺は外そうとしたんです。わざと怖がらせたかっただけで。だから外したんです。殺さないでお願いします。俺はあんたに何もしない。修道院の方に任せよう。ありがとう。棟梁の弟子ズモラがやった。彼が。どうやって分かったんです。俺を殺そうとした奴が奴に命令されてやったと。それは深刻な告発だ。ズモラが送り込んだというその男は証言するでしょうか。ああ、俺がここに連れてきた。彼に全て証言してもらう。いいでしょう。話をして、もし証言するようなら。まだこれで終わりじゃない。ズモラは今は製粉所で身を隠してる。レシェクも牙にかけようとしてる。それは阻止しなければならない。衛兵を送りましょう。間に合いますように。投降しろ。貴様の犯した罪を償ってもらおう。うん、
バカだ。よっしゃ。できちゃうよな。撃ち殺してやる。いい知らせです。問題の原因は修道院の内部でした。それ以上のことはありませんでした。それで建設は続行します。棟梁の補佐に全ての席がありました。彼を排除して仕事は円滑に続けられるようになるでしょう。お前は素晴らしい仕事を成し遂げた。私はお前に報いるべきだな。ありがとうございます。また安心して眠れるはずだ、主任。修道院はもう事故の原因があんたの意思ではなかったことを知ってる。犯人は内部の人間だった。それはよかった。信用が俺の全てだからな。もし劣悪な石を売って障害が起きたなんて思われたら。違うところから石を買うだろうな。その通りだ。しかし俺はこの地方最高の石を持っているからな。とにかく感謝を表したい。お前は俺の人生と信用を救った。ありがとう。